皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。ピックコン、俳優チョンエインの姿が注目を集めている。チョンエインは19日、写真共有ソーシャルネットワーキングサービス、SNS、インスタグラムに特にコメントを書き込むことなく、写真を掲載した。公開された写真を見ると、 オーバーサイズのタンクトップを着てバルコニーに立っているチョン・エインの姿が収められている。帽子やマスクを身につけた姿は映画、ベテラン2の中のソヌを連想させ、驚きを禁じ得ない。ソヌを見せるための人並みならぬ努力が垣間見える。なお、ベテラン2でチョン・エインは、犯人を捕まえようという情熱みなぎる新入り刑事パクソヌ役を演じ、豪快なアクション。 冷ややかな眼差しを見せ、イメージチェンジに成功した。また、現在放送中のドラマ、隣のミスター。パーフェクト TBN ではチョンソミンとみずみずしいロマンスを繰り広げており、視聴者に今までになく多様な姿を披露している。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。 お体に気をつけて、さようなら。